61丁目、ウッドサイド駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅である。クイーンズ区、ウッドサイドの61丁目とルーズベルトアベニューの交差点に位置し、7系統が終日、7系統がラッシュ時のみ停車する。なお、R188 電車の行き先表示器では、ウッドサイド61丁目駅と表記されているほか、 略して61丁目駅やウッドサイド駅とも呼ばれる。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であったクイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともにウッドサイド駅として開業した。なお、エライップリンダールのウッドサイド駅は1869年に開業している。 駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効庁を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。1981年にまたが地下鉄駅内で最も劣化しているとしてリストアップした69駅の中にはこの駅も含まれていた。駅は相対式ホーム2面と観光線2線。 急行線一線を有している二面三線の公開機で中央の急行線はラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が停車する。エライップリンラールホームと地下鉄ホームの間に改札口があり、すべてのホームへエレベーターでつながっている。駅にはアートワークがあり、エライップリンラールの CE ホームへの階段付近にある1986年に作られたコミューティング。 コミュニティと改札口にある1999年に作られたウッドサイドコンティニウムの二つが展示されている。駅には4カ所で入り口があり、通りから改札外へ階段で向かうこととなる。またエライップリンラールのホームを経由することにより別の場所にもアクセスができる。ADA に準拠したエレベーターは、ルーズベルトアベニューと61丁目の交差点北東から改札外へのものと、 改札外から、エライプリンラール、地下鉄のすべてのホームへのものが設置されている。また、交差点南東には、エスカレーターも接続している。ロングアイランド鉄道の駅名は、ウッドサイド駅で、地下鉄駅の真下にある。エライプリンラールの三つのホームにはすべて、改札外から直接のアクセスが可能である。ジョンカサベティス監督のハードボイルド映画、グロリアの撮影に使われたほか、 公演兄弟監督のコメディ映画、インサイドルーウィン、デイビス名もなき男の歌の撮影にも使用された。ありがとうございます。